こんにちは、おやさん専門税理士の田辺浩二です今日ですね、令和の虎フランチャイズチャンネルで有名な林社長にお越しいただいておりますお願いしますありがとうございますもうさっきのチャンネルで武田塾、武田塾呼ばれて困ってたわでさすがですありがとうございますただあの私もです武田塾さんのです。キャッチコピーが素晴らしいなと思っ日本初授業しない塾、竹田塾ありがとうございます素晴らしいなと私は思ってまして私もそれに習ってですね、日本初 はい、確定申告をしない税理士っていうのも、マジ、はい、ちょっとい、ね、怖い、ね、言っていきたいん無申告で毎年乗り切るの <laughs> すごいじゃん。<laughs> 無申告じゃないですか違うの,あの確定申告をやるんですけれども、はいまあ、そこがメインじゃないよというふうに言いたいんです、ねはい、なるほどね、だから税理士さんって、確定申告の案件がすごく多いから、でも手間のわりにそんなに儲かんなかったりとか。はい まあ普通の税理士が受ける仕事のイメージみたいなそう,そういうところがあるから、はい、俺は確定申告なんかじゃ稼いでねえからっていうことを言いたいってこと <laughs> まあ稼いでるというか、うん、確定申告が大事じゃないよと。ほ<う>え つまり確定申告というののは過去の数字なんですよねううもう終わったところを集計した結果が確定申告というところになってくるんですけども<う>いやもっと重要なのは将来の数字じゃないかとまあそうね、はい、なので、えっとまあ、我々はですね、えー、事業計画というのをもうメインでやってますよと、うん、事業計画を作って将来をですね、えー、ちゃんとこう打ち合わせをして対策を練っていき,いきましょうというような税理士事務所というのをこう広めていきたいなというふうに思っているんですよつまりその過去の年収がいくらだったか、うん っっててててよりもどううううやって稼ぐかの未来に焦点を当いてていきましょうっていうことそうですねあの私は大家さん専門でやっているので、はい、物件を増やさない限りは家賃収入ってもう変わらないわけですよ、はい、変わらない割に、ま、今後年数をたっていくと修繕費として経費がいっぱい出ていったりとか、はい、あと借り入れを、えー、して買っているので、はい、どんどんこう利息が 減っていくんですね利息が減っていくと利息経費なので税金が高くなっていくんですよ、でもその割に返済額はずっと変わらないんですね、そうですね、元利均等返済で借りてると、そうするとどんどん手残りが少なくなってキャッシュフローがどんどん少なくなるっていうをちゃんと見据えて経営をしていきましょう、そっちの方が大事ですよっていうことを言いたくてですねなるほどね、そのためにこのキャッチフレーズを考えてると、もっといいキャッチフレーズありそうですね。 けど <laughs> 深すぎるだろ、ちょっと、なるほどね、はいいや、なんかどんどん手残りが少なくなっていく、なんかちょっと、はい、あもう、まあ、夢ないね、それね、だからちゃんと対策を打っていかないといけないってことそうなんです、私あの、右肩下がりのビジネスモデルっていうふうに言ってるんですけど、はあ、どんどんこう右肩下がりになってしまうんですねなんか世の中、不動産投資儲かるよ、いけてるよっていう中で、 先細っていくよっていう現実的な先生だってことですねそういうことですなるほどそれは差別化はかられてますねそれだと逆に制約率が低いんじゃないですかどうなんですかその現実を言ってることで逆に信頼されるんですかそうなんですよで実際にもう困ってるという大家さんが世の中にいっぱいいるので実際思ったより儲かんないじゃん思ったより入んないじゃんっていうところで渡辺先生の登場なんですねでしょっつってそうしたら渡辺先生どんなことしてくれるんですか はい、事業計画というのを 作って今後本当に大丈夫なのかどうかってい手残りが本当にこうマイナスにならないかどうかっていうところを計画を立てて。大体みんなマイナスになるんじゃない？そんな計画立てたらどうなの？結構マイナスになる方が多い。そしたらマイナスになっちゃったらどうすればいいんですか？そこで打てる手が何なのかっていうところを見ていくんですね。どんな手があるんですか？例えばお金がないって人に限って空室が多いとかはい経費を使いすぎてるとか。なるほどね。それは空室多かったらマイナスになるわけですよね。埋めましょうと埋めましょうって。そんな当たり前の大家さんいるの？あ結構ですねやっぱりあの 税金が高くてお金がないですっていうふうに言、はい、う方、結構いらっしゃるんですけども、はい、でもよくよく見たら、いや、ただただ埋まってないだけじゃないとか、<laughs> 経費使いすぎてるだけじゃないとかっていう人も、かなり多いんですあそうなんだ、はい、大屋さんあるあるなんですね。 じゃあそういうい当たり前のことをしっかりやると結構喜ばれるんですね喜ばれますねじゃあ、はい、ってことはどんな人に一番こうお問い合わせしてきてほしいんですかなんか大家さんなんだけど将来設計が不安だな自分はこのままでいいのかなって不安を持ちの方がお問い合わせいただくといい感じ,じゃなんですかそうですね特にやっぱり大きな借金をしているので、はい、この先大丈夫かなとか、はい、ちょっと不安になってる方いると思うんですよね、はい、でも税理士さんにお願いしてても何もアドバイスがないと将来に関するアドバイスがないっていう方がいらっしゃれば、うん、もうぜひお問い合わせいただければ もう我々全部こう数値化してアドバイスしますよということをやってますそうなんですねいろんなお仕事があるんですけどこんな、はい、YouTube で、はい、こんなっていうと失礼ですけど <laughs>、はい、大谷さんの知恵袋1.18、はい、万人で結構来るんですか結構来ますねすごいね。そういうでそこから実際相談に乗って先生のお仕事に繋がることもあるんですねはい、はい、基本的には顧問契約という形で<ー> すごいね、YouTube 使いこなしてますね。はい、ありがとうございます。あこれもですね、フ<え>ランチャイルチャンネルさんを見本としていただいて、やらせていただいてます。はいはい、もう毎日投稿してます。すごい、嬉しい。というわけで、家の今後が心配な方、えお問い合わせはこちらから、ぜひお待ちしてますお願いします。ということで、ありがとうございましたありがとうございました。